日本近畿地方京都府京都市伏見区、種目町市木町は京都市伏見区の町名。町名は道路の形が種目に由来する。江戸時代、伏見街道の隅染め南部に有利が設置され、当時は恵比寿町と称された。原禄期、山品に隠居していた大石倉之助が出入りし、笹屋という揚げ屋で遊興したと伝えられる。種目町は、 京都の花町で最も小さな規模だった。天保の改革による取り締まりを受け、茶店女やいい森城を抱えることを禁じられたが、すぐに再開された。伏見港付近の柳町が栄えるようになり、衰退するが、中心ぐらいゆかりの場所として知られていたため、存続していた。1878年、礼儀3名、正義11名の存在が確認されている。 1895年、町の南側に、琵琶湖疎水の伏見インクラインが完成し、周運の中継地となるも1943年には、伏見インクラインは休止する。1958年3月15日、売春防止法施行によってお茶屋休軒、将棋40名で、遊郭は廃止された。1979年4月9日、伏見郵便局が、伏見区上小屋町から、 種目調に移転。現在、遊郭時代の面影はなく、インクライン跡は国道24号。周辺は住宅地となり、大正時に当時の関係者たちによって建立された記念碑と栄えていた当時から存在する門中と祠が現存するのみである。ありがとうございます。